梅津光太、3年ぶりの勝利。待ってたよ。最強投手の完全復活。梅津の勝利。梅津がトミー・ジョン手術から3年ぶりに復帰した。今日の試合でついに勝利投手となり、本人は涙を流している場面も見られた。リュークの回答タイムリーヒットもあり、収穫が多い。すべてのファンが待っていた。ドラ4、よく抑えてくれたよ、勝利おめでとう。復活の竜、梅津。3年ぶりの勝利投手というパワーワード。本当に今日はリュークがよく打ってくれたよ。同期入団の勝野が締めて終わるって完璧なドラマやな。やっぱドラゴンズだよね、素晴らしいチームだよ。改めてお帰り来季も飛躍しようね。マジでナイスピッチングでした。リリーフも温存できたし、いいことしかない。いかん、涙が出てきてしまうわ。来季もローテ入り確定。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。